競艇予想サイト花船。毎日競艇ナビの編集長だ。今回は最近リニューアルされた競艇予想サイト花船の予想を検証していきたいと思う。どのようなサイトなのか知りたい方はこの動画をチェックしてみてほしい。今回もこの3つのポイントで検証をしていくぞ。会員募集ページを検証、会員ページの検証、そして予想の検証だ。それでは早速見ていくとしよう。会員募集ページを検証。花船の会員募集ページはリニューアルされ、全体的に明るいデザインに変更されており、派手でインパクトのあるページになった。また会員登録することができる SNS アカウントも新たに LINE が追加され、多種多様なサービスで簡単に登録することができるところも嬉しいポイントだ。さらに花船は今ではメジャーになりつつある AI を使った競艇予想をいち早く行っており、オリジナル AI 道風で厳選した予想を提供しているのも特徴的である。会員ページ検証。会員ページはデザイン的には大きく変わった点はないが、ボタンの配置や色が変更されており、以前より各コンテンツにアクセスしやすくなった。コンテンツの内容に関してはニュースやコラムなどの情報を載せたページはなく、あくまでも予想を購入するだけのページになっているため、少し物足りなさを感じるユーザーもいるかもしれない。また花船の大きな特徴の一つに、豊富な決済方法に対応しているという点がある。銀行振込はもちろんのこと、ダイナーズクラブやアメリカンエキスプレスにも対応しているクレジット決済、ビットキャッシュによるコンビニ決済までにも対応している。こういった豊富な決済方法に対応している競艇予想サイトは片手で数えるほどしかなく、ユーザーにとっても嬉しい対応であることには間違いないだろう。予想検証。ここからは花船が提供している予想について見ていこう。無料予想は毎日デートナイターに1レースずつ提供されており、買い目は3から6点、想定投資金額は5000円から1万5000円となっている。最新無料予想ランキングの総合カテゴリーでは第1位にランクインし、的中率は 64.3%、 回収率は 140.9% と高い成績になっており、使ってみる価値があると言える。一方、有料予想はユーザーの目的に合ったコースに参加できるように、初回限定の3コース、単発1コース、定番3コース、上級1コースの計8コース用意されている。今回の検証ではその8種類のコースのうち、 AI 道風によって 75% の的中率を誇っているコース伊能を実際に購入して検証していくことにした。4月6日に提供された予想は住之江1レースから玉川7レースの転がしとなっており、買い目はそれぞれ6点ずつとなっている。まずは住之江1レース、早速レースのダイジェストを見ていくことにしよう。1秒、今スタートしていきました。先頭1号艇、2番手5号艇、3番手も4号艇の上位が154、そして水が入っていって6号艇の荒川4番手、あとは3号艇のえのき、最後方に2号艇の柳生退治となっています。先頭1番ゴールイン、5番ゴールイン、4番6番ゴールイン。結果は1号4で的中、オッズが 25.4 倍だったので配当金は 63,500 円となった。次は玉川7レース、それではダイジェストを見ていこう。123-456スタートを切りました。先頭は1号艇の斉藤智弘です。道中迫られたんですけれども、2周2マーク、そしてこの3周1マークとしっかりと丁寧なターンを決めていきました。ラストコーナー旋回体制です。道中迫られるシーンありましたけれども、それで逆に火がついたでしょうか。1号艇斉藤智弘、その後はしっかりとターンマークを回っていきました。先頭1番斉藤五輪、3番中山五輪、2番松浦五輪。結果は 1-3-2 で的中し、転がし成功。オッズが 28.5 倍となったので配当金は 299,250 円となった。予想代と船券代を引いても 234,250 円プラスと、伊能は的中率が高い予想を提供してくれる上に、しっかり稼げるコースであることが判明した。まとめ。リニューアルされた花船を検証してきたが、スタイリッシュになった会員募集ページや、使いやすくなった会員ページを見るに、間違いなく前よりも格段に進化している。有料予想もユーザーの目的に合ったコースが用意されており、金額や的中率も文句なしの成績で、他のコースにも参加してみたくなる内容だった。サイトではリニューアルされた花船についてもう少し深く掘り下げて検証しているので、気になる方はこちらもチェックしてほしい。それではまた次回の動画でお会いしよう。では。